じゃあ次は初恋の話をしてみたいと、初恋は中学校の3年生の時かな、同じクラスの男の子で、すごく無口でね、すごいねモテる男の子だったの、で私の友達もその男の子と好きだったんだけど、私も好きになっちゃって、でもそれが言えなかったのね。だけど、やっぱり、最後はね、思いを伝えて、まあなかなか返事は出てこなかったんだけど、しばらくして、楽しい恋の始まりになりましたけど、でも、あの時が一番楽しかったかなって感じ。何も知らないし、すごい純粋だったと思うから、でも今が汚れてるとかそういうんではないけど昔は、やっぱり中学生の時はね、何も知らないし、その男の子とも、いい思い出で、卒業してからはもうめったに会わなくなったんですけどね、たまに会うとやっぱり、あってこう胸がときめくっていう時があるけど、それぐらいかな。